異変辺八た山古墳は、和歌山県和歌山市西辺、森おてぼにある古墳。形状は、前方公園墳、岩橋仙塚古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。出土男子立造派庭は、和歌山市指定有形文化財に指定されている。和歌山県北西部、木の川川口部の和歌山平野の岩橋3階に、映像された。 岩橋千塚古墳群のうち、岩橋三海生丹の小山海である副藩が、峰の北東部の八幡山山頂に築造された古墳で、副藩が、峰の異変崎山古墳群では、最大規模の古墳である。かつては、円墳に期とされたが、分布調査により、前方後円墳と判明し、1969年に、発掘調査が実施されている。墳形は、前方後円形で、 前方部を北西方に向ける。噴球は、気団状に二段蓄生で築造される。噴球長は、約70メートルを測り、和歌山県内では有数の規模になる。噴球表面で、吹き石は認められないが、円筒波庭列が認められるほか、左右首レブには作り出を有する。両造ででは、全面的調査が実施されており、多様な継承波輪が検出されている。 主体部の埋葬施設は、公園部に存在が推定されるが、未調査のため明らかでない。出土品としては、埴輪の他に、末液がある。また付近では、塩墳2期の築造も認められる。この異変八幡山古墳は、古墳時代後期の6世紀中央頃の築造と、推定される。作り出の全面的発掘調査が行われたことで、 埴輪列の様相を知るための資料として重要視される古墳になる。なお、岩橋千塚古墳群の主要部分は国の特別史跡に指定されているが、本古墳の古墳域はこれには含まれていない。墳球上面手前に前方部、右奥に後円部。墳球の規模として、1969年の発掘調査では3段築成で、墳球長88メートルと報告される。 しかし近年では、再下段が一段目断築でなく、二位基段と捉え直されたことで、噴球は二段築成とされ、それに伴って、噴球長も約67メートル、または約70メートル程度と捉え直されている。噴球の構築においては、削り出した岩盤が主体的に利用され、その上にり土が形成される。特に、西作りでの一部では、 岩盤が露頭した状態で利用される。出土品同士社大学歴史資料館展示。西造りで出土品は市造りで出土出土埴輪のうち、男子立造埴輪は、総高113.5センチメートルを測る、大型人物埴輪になる。相撲の取り組み姿勢を表彰した、力士埴輪とされ、ふんどしを締め、手を前方に伸ばし、頭部には鉢巻きを締め、顔面には、入れ墨が認められる。 この埴輪は、和歌山市指定有形文化財に指定され、和歌山市立博物館で保管されている。埴輪以外で特筆されるものとしては装飾吹き台の、素液があるが、それら男子立造埴輪以外の出土埴輪、出土素液については、同志社大学歴史資料館で保管されている。なお、付近では、森尾手母埴輪鎌跡で継承埴輪が採集されており、同地が、 異変や和田山古墳の埴輪供給用の可能性が指摘される。注釈出典、ありがとうございます。